こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。はい、みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、うん、今日は、うん、じゃん、このゴム見えてないからお前見えてなかった。下向いとったで。はい、はい、このゴム、うん、1本でできるハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。おお、はいはい、はい、な、簡単ですよね。めちゃくちゃ簡単です、うん。全部アップにするのが苦手な方、ぜひ参考にしてみてください。はいはい、はい、お願いします。お願いします。はい、それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい垂らします。手のひらに伸ばして、毛先から順に表面までしっかりと伸ばしていきます。このくらいしっかりとオイルがついてれば OK です。顔周りともみあげを 1.5 センチくらいずつ奥で毛を下ろします。だいたい耳のラインで上下に分けます。しっかりと手ぐしでまとめていきます。分け目よりも少し下でまとめていきます。ゴムのヘアアクセを使います。お団子になるように結んでいきます。飾りの部分を上にして、毛先を下に下ろします。余った毛先の3分の1くらいを取ります。これをゴムの飾りの部分の内側を通して隙間に毛先を挟みます。こうするとゴムが隠れてくれます。ゴムの周りを3ミリ束くらいで5箇所ほぐしていきます。その上の間の髪の毛を同じ束で4箇所ほぐしていきます。そしてサイドを、耳上を少しと8よりも少し下の部分を少しずつほぐします。お団子は裂くように3箇所ほぐしていきます。ホリスティックキュアのストレートアイロンを使います。毛先を少しずつ束を取って外羽に巻いていきます。顔周りも外羽に巻いていきます。もみあげも同じように外に巻きます。同じように両方巻いたら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ゴム1本でめちゃくちゃ簡単にルーズに決まるアレンジになってます。ほぐし方も結構しっかり
解説してますので、苦手な方何度も見て練習してみてください。またね。